皆様こんにちは、ゆめのです。本日もおしゃべりをしていこうと思います。はい、今日は昨日の続きと思ったんですけれども、ちょっと浮気と不倫はテーマが壮大すぎたんですよね。これ10回話しても終わんないなって思ったので、また別にしようと思います。はい、ちょっと安易に手を出しちゃいけないゾーンだったなと思いまして、まあ、10回とかね、20回とか、浮気と不倫ってこう単なる男女関係とか、まあ、女の子がお姫様でいたいとか、それだけにとどまらず、まあ、恋愛心理学、まあ、深層心理学、まあ、承認欲求とかね、自己肯定感の低さとか、すごくこういろんなことが入ってくるので、まあ、それをね、私が簡潔に15分とかで話せる人間ではないのはもうバレてると思うんですけど、まあ、とにかく私はその深いことをお話しするっていうのめちゃくちゃ好きなんですよね。だからこそまとめられないっていうね、今更なんですけど、なのでまた別にしようと思います。はい今日はですね、おばあちゃんのお話にはなるんですけど、今思うと本当にすごいなって思うことがありまして、まあ、今日のテーマとしては、まあ、ガラスのお話にはなるんですけど、まあ、何でもこうプラス思考に持って行ってくれていたなーってガラスを見ていて思ったんですよね。というのも先日ですね、はるばる海を渡って私の元に傷の入ったね、クリスタルガラスが届いたんですよ。まあ、傷の入ったクリスタルガラスっていうのをわざわざ私が仕入れているんですけど、それの理由もね、やっぱりこうちっちゃい頃に教えてもらったことが大きくって、田舎の地域って今でもあるんですけど、ガラス工務店ってあるんですよ。で、ガラス工務店って何かっていうと、もうガラス屋さんなんですよ。窓ガラスとかを修理してくれるところもありますし、あとはその新築のお家のガラスとかね、いまだにやっぱりこうガラス専門のガラス工務店ってあるんですけど、まあ、ちっちゃい頃からやっぱりあるので身近な存在ではあるんですよね。で、そこのガラス工務店ってもちろん割れたガラスとかもたくさんあるんですよ。だから危ないんですよね。で、ちっちゃい頃ね、歩いてお散歩してもらってた時に、ガラス工務店のなんて言うんでしょう、駐車場というかそのお店の前のあたりにガラスの破片があったんですよ。で、危ないから触っちゃダメって言われていたんですけど、私の中ではね、なんでこのガラスって割れて尖って危険なのかなとかすごくね考えて、やっぱり危険だから近づいちゃダメだけど、なんで危険なのにいつもこのガラスは尖ったままなのかなとか思ったんですよ。なんで頭のいい人たちが割れたガラスが丸くなるっていう技術を生み出さないのかなとかね、本当どうでもいいんですけど、そういうことを考えちゃって、まあ、それをすぐ聞いちゃったんですよね。なんでこの割れたガラスがなんで丸くなるっていうことにならないのかっていうことをね、おばあちゃんに聞いたんですよ。で、おばあちゃんとしてはそのガラスが丸くなるっていうことの難しさよりも、ガラスが割れたらどうなるかみたいなことを教えてくれたんですよ。まあ、うまくそこをね、なんて言うんでしょう、置き換えてくれていたんですよね。言ってしまえばその割れたガラスが丸くなるっていうのは未だに不可能じゃないですか。もうそれこそ40年くらい経ってますけど、ガラスは割れたら尖っちゃうじゃないですか、どんないいガラスでも。で、そのガラスが割れてるっていう方のお話をしてくれたんですよね。それがそのガラスが割れてるっていうのは、誰かの身を守ってガラスの方が割れちゃったっていうことなんですよね。で、これ本当にちっちゃい頃に聞いていて、で、私先日マインドっていう言葉使うかもみたいなお話をした時に、スピリチュアルの人じゃないって言ったんですけど、最近ってそのガラスが割れたらどうこうとか、まあ、私の好きなその数字がどうこうとかね、六角形っていうのはその魔法陣の形じゃないですか。だから六角形っていうのはその身を守る形とか、そういうのってスピリチュアルに入っちゃうみたいなんですよね。知らなくって、なんかこう、私ちょっとスピリチュアルの人だって思われてるのかな、でも言ってることがそっかスピリチュアルなのかと思って、ちょっとねこの話題悩んだんですけど、まあでも聞いたのちっちゃい頃だしと思って、でもそんなこと考えないでインスタにも投稿しちゃってて、ガラスの動画とともに。で、まあ、そういうなんかこう、とにかくこうプラスなんですよね。割れてるガラスが危険なだけじゃない、ガラスが割れてるってことはこういう意味があるみたいなね、すごいなって思うんですよ。なんかこう悪いことが起こったら、
引きずられるっていうことって、まあ、特に現代って多いと思うんですよ。なんでしょうね、そのネガティブなニュースを見てネガティブな気持ちになるとか、そういうことってすごく多いと思うんですけど、私はあんまりそれがなくって、なんて言うんでしょう、そのじゃネガティブなニュースを見た、じゃあ自分もそっちに行きたいじゃなくって、ネガティブなニュースを見た、じゃあ自分はどうやったらそうならないかとかね、そういうことを考えるようにしてるんですよ。してるというか、そういうふうに考えることができるようにしてくれたんだなって思うんですよね。多分あの生き抜くためにはどうするかっていうことを薄くなんですけど、少しずつ教えてくれていたんだなって、やっぱそう思うとすごいんですよね。この今回ガラスが届いた時に開けた瞬間はやっぱりあの傷が入っているんですけど、キラッキラなんですよね。めちゃくちゃキラキラで、今日この背景のキラキラしてる万華鏡みたいな画像あると思うんですけど、これ普通に手元のあのガラスを iPhone で撮ってるんですけど、あの傷が入っているガラスでもこんなに綺麗なんですよね。綺麗だけれども傷が入ってるっていうことが私の中ではすごく重要だったので、やっぱりこう傷が入ってるっていうことは誰かの身を守ってる、誰かの代わりに傷を負ってまで守ったっていう強さのあるガラスってことなんですよ。だから私の中では傷が入ってるガラスっていうのがすごく重要で、今日のサムネイルにね使おうと思ってる画像があるんですけど、まん丸なシャボン玉みたいなものをね耳につけてるんですけど、それが実はですね、傷の入ったクリスタルガラスを丸ごとレジンで閉じ込めて、ちょっとねシャボン玉みたいにしてるんですけれども、それがずっとしたかったんですけど、なかなかこうやっぱり傷が全く入っていない完璧なクリスタルガラスっていうのはお値段的にもすごく高価なんですよね。プラスあと今ってまあスワロフスキーのクリスタルガラスって使えないんですよね。あの言葉としても物としてもダメなんですよね。同じ形のねクリスタルガラスっていうのは過去にスワロフスキー社で販売されていたんですけど、まあ、そもそも手に入れることが今できなくなっているんですよね。いわゆるハンドメイドのクラフトとか手芸とかホビーとかね、そういう世界からも撤退しているので、まず手に入らないっていうことは名前を使っちゃいけないっていう感じで、まあ、なので傷が入っているクリスタルガラス手に入れたいなってすごくねこう願っておりまして、まあ、なんとかちょっとこうチャンスがあってたくさん手に入れたっていう感じなんですけど、やっぱりこう完璧な傷のないキラキラのクリスタルガラスでレジンに閉じ込めるっていうシャボン玉を作りたかったんですけど、失敗をしてしまった時っていうのはどうしようもないっていうのもありまして、すごくね悩んだんですよ。多分このシャボン玉作れないだろうなって思うくらい諦めかけていたんですけど、本当に偶然ねあの傷の入ったクリスタルガラスっていうことで、うわすごいと思って、これはきっと何かご縁があるなと思ったんですよ。探していたしと思って、その傷の入ったクリスタルガラスってあまり市場に出ないので、すごくねこれはもう今しかないって思ったんですよ。ただ届くまでめちゃくちゃ時間かかったんですけど、まあでも本当にねあのおばあちゃんのね傷が入ったガラスの話をね思い出したんですよね、届いた時に。だからもう検品の時点でもう傷があるって分かってるんですけど、その傷がないものがあったら困るなぐらいの感じで、あこれもちゃんと傷がある、これもちゃんと傷があるみたいなね、あの傷があるっていうことを確認するっていう謎の検品をしたんですけど、そのぐらいやっぱりこう傷のあるガラスってそもそもね商品価値とかないんじゃないかって思われると思うんですよ。だからこそあの市場に出ないんですけど、でもやっぱりそれを私は探していて、それを手に入れることができたっていうのはね本当にあのこれはもうご縁でしかないなっていう、もうおばあちゃんがつないでくれたご縁だなぐらいの気持ちに思っちゃって、こういうなんかこうご縁とかもねあのスピリチュアルの人って思われるみたいなんですけど、まあそう思われてもいいかと思って、なんかもう壮大ななんかこう思いを込めてそのシャボン玉作りのね夢を描いていたので、嬉しかったんですよ。とにかく来たみたいな、傷のあるガラス来た、オーロラ感すごいみたいなね、いやーほんと嬉しいですね。そんな感じで今日はですね、た
くさんある教えの中の一つなんですけれども、ガラスの傷さえもプラス思考に考えるっていうね、おばあちゃんの教えプラス、単純にガラスが届いて傷がたくさんあって嬉しかったっていうねお話をいたしました。それでは今日はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。